テッド・ショーンはアメリカ合衆国のモダンダンス最初期の著名な男性舞踊家。元妻のルース・セント・デニスと共にデニ・ショーンを創設したほか、男性のみによる名高い舞踊団、テッド・ショーンヒズメン・ダンサーズを設立した。男性的な動きに関する革新的なアイデアで、ショーンは当時最も影響力のある振付屋及びダンサーの一人であった。 マサチューセッツ州でのジェイコブズ・ピローダンスフェスティバルの創設者でもあるとともに、デンマーク王立バレエへの尽力により、デンマーク国王からナイトの称号を授けられている。1916年、ダンサーで妻のルース・セント・デニスとテッド・ショーン。テッド・ショーンとルース・セント・デニスによるエジプト・バレエ・テッド・ショーンは、1891年10月21日、ミズーリ州カンザスシティに生まれた。 はじめは、聖職者を志し、デンバー大学に通った。ところが在学中、19歳で、ジフテリアにかかり、腰から下の一時的な麻痺を経験するが、その療養中、かつて、メトロポリタンオペラのダンサーだったヘーゼル・ウォラックの指導で、初めてダンスに触れる。1910年のことであった。1912年、ショーンはロサンゼルスに転居し、そこで、 社交ダンスのグループに加入した。ショーンが自身のアーティストとしての真の可能性を悟るのは、1914年にニューヨークへ移り、ルース・セント・デニスに出会った時のことである。二人はそれから2ヶ月も経たずして、1914年8月13日に結婚した。セント・デニスはパートナーであるだけでなく、ショーンにとって、 非常に貴重な想像の受け皿ともなった。どちらのアーティストもダンスが一つの芸術の形式として日常生活に組み込まれる可能性を強く信じていた。彼ら相互の芸術的ビジョンとショーンのビジネスの知識を組み合わせることで二人は1915年にカリフォルニア州ロサンゼルスに最初のデニショー音学校を開設した。その趣旨はダンスを体、心、 精神と溶け合わせることにあった。デニ・ショーンとして活動が続いた17年間の、ショーンの主要な振付作品には、インボケーションツーザ・サンダーバード、チャールズ・ワイドマンのソロドンセ・アメリカーの、マーサ・グレアムによる、ジュルナー・オブ・ザ・シー、ショー・チトル、レ・ミステア・ダイアニ・ナックスなどがある。ワイドマンやグレアムは以後活躍するが、他に、ドリス・ハンフリーもデニ・ショーン学校の生徒であった。 テッドショーンとマーサグラハム1921年ショーンとセントデニスは共同してバレエを含むダンステクニックと厳密さよりも上半身の解放に重点を置く動きなどからなる接中的な体型を確立した。セントデニスが主に東洋から影響を受けていたのに加えショーンは北アフリカ、スペイン、アメリカ、アメリカ先住民などの精神を持ち込んだ。 セント・デニスとショーンの夫婦関係の悪化と財政難により、デニ・ショーンは1930年代初頭に解散した。やがてショーンは男性のみによる舞踊団の設立に向かう。メンバーはマサチューセッツ州のスプリングフィールドカレッジで教えた運動選手たちであった。ショーンはアメリカにおいて男性ダンサーの認知を勝ち取ること、そして 男性の視点からの芸術の形式に対する意識を高めることを意図した。この男性のみの舞踊団は、ショーンが故郷のマサチューセッツ州リーの近くに購入した農場を拠点とした。1933年7月14日、テッドショーンとその男性ダンサーたちは、ショーンの農場で旗揚げ公演を行った。この場所が後に、ジェイコブズピローダンスフェスティバルとして知られるようになる。 ショーンはパンカインディアンダンス、シンハレスデビルダンス、マオリワオハカ、ホッピーインディアンイーグルダンス、ダイックスピアダンセズ、キネティックマルプイといった革新的で論議を呼ぶ振付作品を舞踊団と共に制作した。これらの創作でショーンは運動性の高い男性的な身体表現を示し、すぐに人気を集めた。舞踊団はアメリカとカナダで公演を行い、 750以上の都市を回った。ロンドンとハバナでも成功を収めている。テッド・ショーンヒズメン・ダンサーズは1940年8月31日、本拠地のジェイコブズ・ピローでの公演で、その活動を締めくくった。舞踊団の活動期間中、ダンス作品を通して、男たちの間に作り出された関係への彼の愛は、すぐに彼自身とメンバーの一人である。 バートン・ママウの間の愛に変わり、1931年から1948年まで続いた。舞踊団の主力ダンサーの一人として、ママウはダンス界で知られるようになり、アメリカのニジンスキーと呼ばれた。ショーンと過ごしている間にママウは、カンパニーの舞台監督ジョン・クリスチャンと関係を持つようになり、ママウはショーンをクリスチャンに紹介する。その後、ショーンは、 クリスチャンとの関係を深め、これは1949年から1972年に亡くなるまで続いた。舞踊団の設立と同時に生まれたジェイコブズピローは舞踊学校であり、保養所であり、劇場であった。施設では、茶会も催し、やがてジェイコブズピローダンスフェスティバルへと発展した。またショーンは、この時期にスクール・オブ・ダンス方面を創設し、 全国の大学で男性によるダンスの発達に貢献した。ショーンは80歳で亡くなる数ヶ月前までジェイコブズ・ピローでクラスを教えていた。最後の舞台出演はジェイコブズ・ピローのテッド・ショーン・シアターで上演されたシディス・オブ・ザ・アッパー・エアーであり、この時にセント・デニスと再会して二人の50周年を祝った。ショーンは1965年に 全米舞踊協会のヘリテッジアワードを受賞している。また1987年にはプロのダンスを扱うアメリカで唯一の博物館、国立ダンス博物館のコーネリアス・バンダービルトホイットニー夫妻記念伝道に登録された。テッドショーにはモダンダンスの基礎となる9冊の著書がある。1940年代、ショーンは自身の作品を ニューヨーク近代美術館に寄贈した。その後、ショーンの存命中に、美術館はこれらの作品を手放し、ニューヨーク公立舞台芸術図書館と、ジェイコブズピローアーカイブに寄贈した。ダンサーのアダム・ワイナーとはこれを、存命中のアーティストの作品を手放さないという、ニューヨーク近代美術館のポリシーに反するとして、ショーン作品のデジタル拡張現実上演作品ザ、リアクセションオブ。 テッドショーンを制作し、ニューヨーク近代美術館で展示した。ありがとうございます。